シーフードカレーととんかつ定食、どちらにするか決まったんですか？あれだけ人の食事をジロジロ見てればわかりますよ。ともかく決まったのでしたら早く注文したらどうですか？優柔不断なんてみっともないです。こんなところに立ち止まられて周りは迷惑そうにしてますけど。それとこれは忠告なんですけど、先輩って上級生に対しての目つきがいやらしいですよ。それより先輩、注文したもの、もう出てますよ。すみません、私は B 定食のご飯少なめでお願いします。私はこれで。先輩、失礼します。ちょっとやることが重なっちゃって、クラス委員の仕事とクリスマス委員の資料作成よ。実行委員長に選ばれちゃったからね。そうよ、終わるようなものじゃないから。うん、でも、あなたって案外強引なのね。じゃあ、お言葉に甘えさせてもらいます。ありがとう。そしたらね、この資料に額面の記入をしていってほしいの。詳細はこっちの用紙に書いてあるから、それを参考にしてね。
こら、ぼーっとしない。それとも、私の顔に何かついてる？今こっち見てたでしょ？そう？ならいいけど。こっちはどう？チェックは私がやるからいいわ。うん、ずいぶん遅くなっちゃったし、今日はここまでにしましょう。ありがとう。もし一人だったら、きっと家でもやる羽目になってたわ。私は先生のところに行くわね。ええ、帰るのは報告の後。気を使わないでいいわよ。ええ、また。女の子と仲良くなった？まだまだこれからだよ、ニーニー。明日から気分を変えて頑張ってみれば。